はいみなさんこんにちは DZH フィナンシャルリサーチの和田ですえただいま9月10日の火曜日ですね午後の2時3分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います ま昨日はですね、週明けの早朝から、ドル円ですけれども、買い戻し動きが強まりました。まあ、先週末ですね、アメリカの雇用統計を受けまして、かなり乱高下をした後のドルの買い戻しの、という形になったわけですけれども、まあ、基本的にはですね、日経平均先物ですとか、アメリカの金利動向、こういったところに左右されて、新決な展開だというところです。本日の東京市場もですね、朝方から少し買われたわけですけれども、結局、今午後になりまして、少し戻り売押されるなど、まあ、報告案内動きがついているという。 ところです。まあ、そこら辺の値動き、少し詳しく見ていきましょう。はいこちら見てもらってます。動画は昨日から一日通してのですね。奴隷の5分チャートです。 朝方早朝にですね、一旦仕掛け的な売りが入りますと141円の96まで142円を割り込んだわけですけれども結局先週末の安値が141円の78だったですね、まあ、そういったところが意識されますとすぐさま買い物の動きとなりました実需の買いが断続的に入ったほかあとはアメリカの長金利です、ね、の上昇等も手伝いましてまた再び戻りええ 戻り高値を試すという形となりました。日経平均もですね一時1000円を超える急落だったんですけれども急速に買い戻しの起きとなる中。 あですね、戻りを試すような形となっています欧州時間入りますとアメリカの金利十年差利回り3.7607%まで上昇する中ドル円も143円の 80, 80まで一気に買い上げられるという形となったわけですただ先週末の高値が4円の丸一だったわけですけれどもここがですねやはり意識されますと4円台をつけられないとなりますと今度は戻り売りに押される展開 そして日経平均先物も,も下落に転じる中で、アメリカの金利もですね、10年債で3.6892%まで低下に転じます。この動きにつれる形ですね、ドル円もニューヨーク時間に入って142の66まで値を下げるという形となったわけです。まあ、ただ引けにかけてはですね、日経平均株価が少し回復する中で143円の21まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けるという形となりました。 そして今日の東京市場ですが、こちらです、見てください。今日は朝方こそ一旦戻り売りに押されるんですけれども、2円の8、6までにとどまりました。結局、昨日の入浴時間の安手が6、6だったですね、2円の6、6というのが意識されますと、今日東京市場では8、6で下げ止まりますと、今日は10日のご当日ということもありましたので、やはり昨日よりも、ですね、やはりです、ね、実需の買いというのがかなり断続的に観測される中、また再び戻り高値を試すような形。 入浴時間の戻り高値の143円の21を上抜けまして一時143円の55の高値をつけるという形となったわけです。 まあただその後ですね午後になりますとこちら見てもらってわかりますように日経平均ですね今日は非常に神経質な展開です、えー、寄り先からですね一時三百二十円を超える上昇だったんですが二百十円を超える下落そしてまた再び買い戻しが入るんですが今もまたですね再び戻り売りに押されてそしてまた百二十円高まで今買い戻しが入るなど株価の方がですね行ったり来たりしているわけですけれども午後になりますと少しまたリグ売りに押されまして先ほど百四十三 円の丸5000円というところまでまた下押しをしたわけですがまた株価が回復する中で今143円の20付近まで買い戻しが入るなど非常にですね株価や金利動向に連れたです、ね、神経質な展開が続いていると言えるでしょう。 この5分チャートの方から節目をですね、ポイントを見,る見つけることができるわけですけれども、昨日のの入浴時間の安値、142の66ですね、やはり今日の東京時間の安値も2円の86で下げ止まったように、昨日のの入浴時間の安値の2円の66というのが、直近ではかなりサポートして意識されているということがわかります。東のチャートを確認しましまょう それに関しましては、先週末ですね、6日に141円の7、8の安値をつけて、5日の安値141円の7、1の手前では下げ止まりという形になりました、まあ、ダブルボトムのような形になっているわけですけれども、まあ、そうは言いましても、戻りもまだまだなかなかですね前日の高値を抜けきれないと、こういった状況がついています。 昨日の高値の3円の8丸や先週末の6日の高値の141円の1、そして5日の高値の144の二三あたり、こういったところ抜けてこないことにはですね少し買い物動きが強まらないという形でしょう、そして非常に重要な示し,してますのが、一目の転換線ですね。 転換線が144の50に位置、ね、しているわけですけれども、ここをなんとか抜けてこないようですと、えー、本格的にですね戻りを試すような動きにはならないと、こんな状況です。そして、えー、ユーロドルの方も確認しましょう、こちらです。ユーロの5分チャート、昨日はドルの全面的に買い戻しの期となりました、昨日はは1.1091のアジア時間のやすねから、じりじりと値を下げまして、1.1034まで値を下げます。 その後1.1054まで買い戻しがいるんですが引けにかけてはまた再び1.1034の安値に連合わせをしてニューヨーク市場を引けるという形となりました。 今日の東京市場もそれほど大きな動きになってないんですが、朝方ですね、きのの安値の1.1034を下抜けまして、一時1.10の28ですね、の安値をつけたわけですけれども、その後1.1041まで買い戻しが入るなど、少し安値県、昨日から安値県でのもみ合いがついているという形です。こちらも冷やしのチャートで確認しましょう。 ユーロに関しましても先週末、ですね、長い上着をつけて少し一目の雲を維持できずに下がってきてしまっているとこんな状況ですね。まあ、ですから一目の転換線が1.1091、昨日の高値と全く同じところに一目の転換線が来ているわけですけれどもやはりここをですね、上抜けられるかどうか非常にポイントになってくるというところでしょう。下サイドに関しては昨日の安値の本日の安値1.1028もそうなんですが 直近のですね、3日の安値が1.1026なんですね。ここがまだサポートされているわけですので、ここを抜けてきますと少し調整色強くなるということになりそうです。下サイド一目の基準性も1.104になりますので、こちらもですね、意識されるということになっています。まあ、いずれにしましてもですね、やはり、 E. C. B. のですね、定例理事会があって、えー、利下げが予定されているわけですけれども。まあ、こちらをですね、えー、前にしまして、少しですね。えー、まあ、様子見の動きが強いというところだと思います。はい、えー、それでは、今日予定されてますもの経済指標を確認していきましょう。はい、えー、こちら見て待ってますが、この後ですね、予定されてますもの経済指標。四時に、七月のトルコの失業率と、鉱工業生産、こちらが発表となります。 9時がが8月ブラジルの消費者物価数が予定されていますそして11時がバー FRB 副議長、翌1時15分がボーマン FRB 理事、いずれも講演を予定しているわけですけれども、もうすでにブラックアウト期間に入っていることもありまして、金融政策に関する発言はですね期待できないというところです。そして今日一番重要になりますのが、翌2時ですね、アメリカの3年戦の入札、こちらが実施されままますここちちららを受けましたアメリカの金利動向こちらに注目が集まります。 入札に関しましては、明日が10年祭、あさってが30年祭のです、ね、入札を控えているわけですので、こちらもです、ね、相当重要になります、まあ。いずれにしましても、明日のアメリカの CPI ですね、こちらがかなり重要になるわけですので、まあ、こちらを控えていまして、なかなかき、ね、今日も海外市場、神経質な展開が続きそうだというところです。 日経平均も今、再び買い戻しが入っています、190円高と、先ほどもですね、またマイナスに転じ場面あったわけですけれども、すぐまた買いが入っています。まあ、なかなか昨日からですね急激な1000円を超える急落から、ですねまた値を戻しているわけですので、まあ、長期資金のですね買いが入っているんじゃないかといったような声も聞かれる中で、株価のですね値動き、非常に注目が集まりますそれでは今日の解説をおい,いたします。